チャムスティーン・イルトゥ・トゥミッシュは、北インドのイスラム王朝である、奴隷王朝の第三代君主。北インドでトルコ人によるイスラム国家の支配を確立した人物として評価される。名は、イレトゥミッシュとも書かれるが、国文都市社の記録には、イルトゥ、トルキスタンのトゥルク系遊牧民である、イルバリー部族の主張の子として生まれる。兄弟間の確出によって、奴隷として、 ブハラの市場で売却され、アッバース町の貴族に買い取られて一時期をバグダードで過ごし、その後ゴール朝のマムルークであるクトゥブッティームアイバクに引き取られた。アイバクからは第一の側近として目をかけられ、幼少のバダーウーンとグワーリアルをイクターとして与えられ、アイバク没時のイルトゥトゥミッシュは総督の地位にあった。1210年にアイバクが落馬事故によって亡くなると、 後継者に指名されていた、アイバクの子、アーラムシャーが後を継いだ。悪性を敷くアーラムシャーに対して、デリーの貴族は、イルトゥトゥミッシュを支持し、彼は、デリーに進撃してきた、アーラムシャーを撃って追いについた。だが、アイバク派の貴族、アイバクの旧手であるシハーブッティンムハンマド派の貴族の中には、イルトゥトゥミッシュの即位に抵抗する者も,も少なからず、存在した。さらに、アフガニスタンと北。 インドには、ムルターンを本拠として、シンド地方を支配する、ナースイルティーン・カバーチャ、ガズナのタージウッティーン・ユルドゥズラ、かつてのアイバクの同僚であった将校たちが、拡挙しており、彼らは、アイバクなアとのデリーを伺っていた。また、ベンガル地方のイスラム政権、以前に、アイバクが従属させたラージャスターンのラージプート国家は、デリーから独立した状態にある危機的な状況に、あった。 即位直後のイルトゥトゥミシュはカバーチャとユルドゥズとの戦いを、避け、デリー近辺の安定に取りかかる。反対派の貴族をパンジャーブ地方の重度で破って実力によって、彼らを屈服させるとともに、彼らと連携したヒンドゥー教徒の反乱を鎮圧した。12世紀末より、中央アジア、イランで勢力を拡大していたホラズム社長が、西北のユルドゥズ、カバーチャを脅かすと、 イルトゥトゥミッシュは、ホラズムシャー朝の北、インドへの侵入を阻止するために、深度に兵を進める。ユルドゥズが、ホラズムシャー朝にガズナを奪われて、カバーチャの元に逃れると、1216年に、イルトゥトゥミッシュは、タラーインで弱体化したユルドゥズを攻撃し、彼を捕殺した。しかし、ユルドゥズの死後は、カバーチャからの圧力が増し、以前デリーは、不安定な状態に置かれていた。 1220年代にホラズムシャー長はモンゴル帝国の侵入によって壊滅状態に陥り、1222年にホラズムシャー長のスルタンジャラール・ディーン・メングベルディーがデリーの宮廷に亡命を打診する事件が起きる。ジャラール・ディーンを保護することでデリーがモンゴル帝国の標的となる可能性、ジャラール・ディーンの軍事能力を警戒したイルトゥトミッシュは、 亡命を定調に断った上で、ムルターンへの移動を進めた。進路に移動したジャラールティーンが、カバーチャの領土と軍に損害を与えると、イルトゥトミシュはカバーチャを助けるために軍を動かした。一度は、ジャラールティーンとの直接対決を避け、彼とは役を結んで娘を与えたが、最終的には、カバーチャら北たインドの諸勢力と同盟して、ジャラールティーンら、ホラズムシャー長の軍をインドから放逐する。 1228年にデホラズムシャー朝の侵入によって弱体化したカバーチャをインダスカハンで破り国境をインダス川沿岸部に侵調した。同時期のモンゴル帝国はインドを攻撃の対象とはせずにイラク・キプチャク草原方面に軍を送っており、イルトゥトゥミシュはモンゴルの侵入に備えて北方の防備を整えた。イルトゥトゥミシュ地下の奴隷王朝の支配領域イルトゥトゥミシュ が、西北部の安定に暴殺されている間に、ベンガルとビハールでは、ギアスティーンに言わずキルジーという人物が勢力を築いており、彼は、ベンガルとビハールの小国から構想を取り立てていた。1225年に、イルトゥトゥミッシュは、ベンガルに申請し、一時は、言わずを従属させるが、イルトゥトゥミッシュが帰国した後に、言わずは、再び独立する。1226年に、 アワードの長官を務めていたイルトゥトゥミシュの長言わずの死後に、ベンガル、ビハールはデリーの総主権下に入るが依然として不安定な状況にあり、1230年にイルトゥトゥミシュによる第二次ベンガル申請が行われた。そして、ラージュプート国家に対しても、再び総主権を認めさせるべく、軍を進めた。1226年には、チャウハーン・アサの王族が、 ランタンボールとジャーロールに立てた後継国家に勝利し、1233年にはマールワーを支配するパラマーラ朝の都市ウッチャインとビディシャーを制圧する。メイワールのグヒラ朝にも圧力を加え王とナーグダーを占領した。しかし、グジャラートを支配するバーゲーラーの援軍にメイワール征服を阻まれ、報復としてバーゲーラーを攻撃するが逆に撃退された。 イルトゥトゥミシュの治世に発行された貨幣。イルトゥトゥミシュは1220年代よりアッパース町と通行しており、1229年2月にデリーを訪れたバグダードからの施設団より、スルタンの称号と支配権を承認された。1232年頃にデリーで発行された硬貨には、アッパース町のカリフアルムスタンスイルが、スルタンの地位を認めたことを記念した言葉が刻まれた。 以後デリースル・タン・アスタで発行された価値の高い効果には、カリフの権威を認める文言が刻まれることになる。1229年に、後継者と目されていた上司のマフムードが創生し、イル・トゥ・トゥ・ミシュは、王位の継承にあたって、息子たちの中に、後継者にふさわしい人物を見出せずにいた。彼は、娘のラズイーヤを、後継者とすることを、腹心の貴族と神学者に諮り、 貴族から一応の賛同を得て同年にラズイーヤを後継者に指名した。1236年4月29日にイルトゥトゥミッシュはデリーの宮殿で没するが彼が生前に残した指名は実行に移されなかった。帝信と聖妃シャートルカーンはラジーヤではなくルクンウッディーンフィールーズをスルタンに擁立したのである。ラズイーヤがスルタンに即位したのは ルクンウッディーンの短い知性の後のことである。クトゥブミナールクトゥブミナールイルトゥトゥミッシュは、領地の拡大と湿地の回復においておおむね成功を収めた。彼の成功については、ホラズムシャー長とモンゴル帝国の侵入によって、北部の強敵であるカバーチャラが弱体化するという偶然性の強い対外要因があったと推察されている。しかし一方で、富の蓄積によって、 軍事力を強化したことと、モンゴル帝国の拡大に伴って、中央アジアと西アジアから北、インドに流入した人材を活用したことも、成功の要因として研究者に指摘されている。イルトゥトゥミ主則位当時の王権は、絶対的なものではなく、王権をより強化するために、様々な方策を取った。自身を擁立した同輩の貴族の力を抑えると、共に、君主に、 忠実な貴族の形成を図った。特に信頼を置いた40人のトルコ人の霊を行為につけ、彼らはその人数よりチャハルガーニーと呼ばれた。イルトゥトゥミシュの没後、チャハルガーニーは王を苦別にすることを図って、君主との清掃を引き起こし、チャハルガーニー内部でも権力をめぐっての抗争が勃発する。イルトゥトゥミシュはイスラム教国の君主ではあったが、 新学者の過度の国政への介入は許さなかった。寮内のヒンドゥー教徒には改収化資材いずれかの処分を下すべきだという裏マーに対して、寮内のムスリムの数はヒンドゥー教徒に比べて少なく、その意見は現実的でもなければ懸命でもないと進化の口を借りて却下した。トゥグルク町に主管した旅行家のイブン・マットゥータは大旅行期において、 イルトゥトゥミッシュの公平性を称賛し、彼の逸話を伝えている。当時のインドの人間は白色の衣服を着用していたが、彼は法令によって、すべての犯罪者に色付きの衣服を着用するように命じた。そしてイルトゥトゥミッシュは、色付きの衣服を着た人間を見かけた時に、彼らが不当な裁定を受けていないかを調べ、改めて正当な判決が下されるように取り計らったという。また、 夜間に起きた犯罪行為についても彼は直ちに再審を行って裁定が妥当なものであるかを判断した。愛爆の知性に建設が開始されたミナレット・クトゥブ・ミナールはイルトゥトゥミシュの時代になって完成した。70メートル長の高さに加えて首都に結合したまま突き出たバルコニーや壁面の装飾などに用いられた技術より13世紀に トルコ人が建てた建造物の中で最も壮大な建物と評されている。彼の病はクトゥブミナールの側に建てられており、現存するデリースルタン朝の支配者の墓としては最古のものとして知られている。アーラムシャーが愛爆実施であるか養子であるかは確定していない。現在のウッタルプラデーシュ州の都市ラクナウを中心とする地域。ありがとうございます。